私今初めてやってるんですけど、めっちゃ高級感あるよね、うん、なんだこういうタイプ初めてじゃない。お、削られてる。お、中から、いや、もういいんじゃうか。お、出てる出てる。みなさんこんにちは、エンジンです。ジェちゃんです。ジェちゃんですからね。ジェちゃんです、うん、今日はですね、韓国で大人気アイテムを今日ジェちゃんにプレゼントをしたいと思います。感謝に、はい、私もよくわかんないです。知り合いに言ったんですよ。なんかプレゼントしたいけど何がいいっていう、ちょっとよくわからないですか、うんうん。コスメって言ったらまあいいものたくさんあるけど、私、特定のブランドに結構偏ってるじゃん。いろんなものを使いたいけど実際どういうものがある、なので今流行ってるの何があるみたいな感じで、うん、ちょっと知り合いの方にもらったんですよ。なので今日 J ちゃんにあげようと思ってるけど、どうですか、結構知ってますか。本当に私も普段ね、やっぱり韓国 K-Beauty に興味があって、まあいろいろ探してはみるんですけれども、やっぱり今3年目韓国に帰れてないじゃん。だからなんかどうしてもね、ちょっと遅れてる気がするんですけど、今回ねいい機会があって、そういう専門の方からお勧めしてもらったんですけど、結構名前はやっぱり聞いたことある製品が多いです。あ、今日用意したものが、うんうん、あ、実際じゃあ結構知ってるんですよ。名前はどっかでインスタとか YouTube でちょっと見たかもね。よく参考にしてるあのビューティー系の、インフルエンサーとかいるんですか。あ、にっている店があるんだ。あ、いる店があるんだ。今ちょっと名前があるんですよ。結構最近はね、韓国で実際そのビューティー系で本当に芸能人とかアイドルのメイクをしてる方がチャンネルを開設してやってるところ多くて、本当に専門家の知識を盗むことができるんですよ。だからすごい参考にしてます。私はすごい参考にしてるのが、会社員 J さんを昔から見てて、ディレクトパイをよく見てます。あと、あ、私も見たことある。結構私はあの現実的な方の話が好きなので、結構こうスチューディスさん CA さんがやってるあのビューティー系のチャンネルとかよく見てます。で、私最近よく見てるのが結構オープンスチューディオって言って、結構オープンスチューディオ、犬の鼻のオープンスタジオですか。結構この方が本当にメイクの本当に先生みたいなコンセプトで、まあ、1限目2限目みたいなコンセプトで教えてるんですけど、本当に崩れないベースとか紹介してて参考にしてます。で、今日いろいろもらったんですけども、食べ物も入ってるし、これは何、牛乳があるよ。牛乳これ個人的に一番気になってるやつ、こう書いてます、ミルクバオバ。これ私知ってる、この間東京アンズで聞きました。 BTS のカルクックスじゃなくてジョングックって皆さん言うじゃないですか。すごい違和感ある名前、ジョングックなのにジョングックジョングックって言うじゃないですか。プゴクはプゴクって言いながらカルクックスジョンジョングックとか、こうグッグッグッグ、すごい違和感あるんで、できればジョンジョングックにしてください。ジョングクがカバンから出したって言ってて、それがモザイクされたにもかかわらず何なのかが特定できて売れたっていう。そう、私も中国は使ってるっていう風に聞いてそこから知ったんですけど、まあ、まずこの形がねすごいユニークだよね。今あのいろんな形のものがまた出てるんですよ、うん、キャラクターエディションっていうあのやつも出してるし。そう、韓国は本当になんか違う業界とのコラボが本当に多くて、ソウルユって韓国のメジャーの牛乳があるんですけど、それの本当に形のまんまのこういったものとかも出てるし、でこれも本当にミルクって書いてあって、実際でもミルクの成分が入っているらしいですね。やっぱり私気になってちょっと調べてみたんですけど、パオバブの種からの、まあ、まあいい成分を抽出して油水分のバランスが取れてるって言ってますね。で、これローションなので、これは後からこうセメントを除去するときによく使うやつですよね。ここ皆さんセメントすごいじゃないですか。で、これ実際、まあ、今開けるもんだから全然まだ分からない。でも開けたらあんま可愛くないですね、やっぱり頭が出ちゃってるんで。こういう匂いね。ホワイトマスクってなって、いや、これすごい子供の匂いするよ。なんか分かる、あのニベアとか似てるかも。何系の匂い、あ、なんかソープ。でもすごいホワイトマスクを前面に出してるから、本当にそういう匂いがするかなと思ったんですけど、結構強いですね。石鹸の匂いですよ、うん、結構ボディローションの中でも匂い強いですね。あ、この匂い好きかも、うん、なんかボディローションってやっぱりベタつくものも結構あると思うんですけど、これは使いやすいですね。じゃあちょっとボディワッシュをちょっと使ってみます。ボディワッシュ、うん、手だけ洗ってみます。あ、思ったのとちょっと違うのが、半透明のやつが出るのかなって思ったら、完全ジェルタイプ、なんか透明な液体が出てますよ。なんかツバみたいに出てるんですけど、
かにローションと同じ匂いしてる。ああ、うん、ホワイトマスク。こっちはすごいいい香りですね、うん、やっぱボディウォッシュって洗ってからちょっと乾燥になるのかならないものもみんな求めてるじゃん。でもこれって結構水分がやっぱりね。あとこれ不思議なのが、今一回洗ったとして出したら匂いがまた違うんですよ、うん、あ、本当？こっちの方の匂いがすごいすーごい、いやーこう、いやーってこう、あと여튼냄새が이렇게싹나는데うぬなうぬなげなので、냄새がうん、いいかも、私好きな匂いだ、うん、ただ量間違ってない？絶対体の方が大きいんじゃないですか。ローションだとだっていっぱい使うじゃん。これはちょっとゴシゴシして泡を立てて使うから量が少なくていいと思うんですけど。そう？サイズ間違ってない？え、でもローション結構使うよ、これぐらい容量だと。うん、やっぱす。じゃあ次がボンジュルではなくてボナージュですね。グリーンティーウォーターボンブ。簡単に言うと、緑茶、水爆弾。どういう意味なんですかね。緑茶水割りですか。一応そんな名前なんですよ。ワタバム。うん、ウォーターバム。韓国では今、ボムの、ボムをよくつけてるんですよ。うん、ポクタン。私このブランド正直初めて聞いた。ボナジュル？うん。でもちょっと調べてみたら、このカテゴリーで圧倒的にいっぱい売れてるそうなんですね。これすごい可愛いおしゃれなパッケージになっていて、皮膚健康を생각한착한수분크림なんですよ、うん、なので性格がいいんですよ。착하다だって。そうそうそう。緑茶の成分が乾燥肌に촉촉한봄비같은보습을더하고これだから何ですか、これ使い方は、うん、ローション？そうだね、수분크림だね。え、顔？うん、관리하시는部位へ발라주세요。あ、本当に、うん、管理をしてる部位どこでもいいんだ、うん、どこでもいい。じゃあ男性の場合逆にこれいいかもね。あの、私よく運動してて、あの、出るとそのまままず家まで来るときに結構乾燥してたりするんですけど、うん、その時になんか顔もなんか別のやつ塗ったり体も別のやつ塗ったりっていうのがちょっとめんどくさいじゃない、うん、そういう時に水分が飛ばないんで、まあ、1本でいけるかな、うん、これがまあ半透明のジェルタイプなんですけど、うん、と美白成分も入ってるそうなんですね。いや、最近のコスメって全部こうなの？あの、光沢感すごいですよね。あー、光沢？光沢、光沢すごいよね、うんうん、で韓国でこういう肌がやっぱり好まれてるからじゃない？あ、これはあの匂い自体はそんなに強くはないんですけど、他になんかいろんな匂いつけたり、例えば香水もつけたり、うん、先ほどのなんかこういうパオバみたいな匂いとかを楽しむ人っていろんなところは違う匂いしてもそれも嫌じゃないですか。匂い自体はなので強くないし、うん、あ、これは分かった、すぐ分かった。これ本当にこう保湿すごいなっていうの分かります。保湿力、うん、あと匂いは確かに結構、まあ、気にならないと思う、うん、なんかむしろさっきのバーバブの方がまだ残ってます。いろいろある。これはなんだ。あ、ダルバ。ダルバは知ってる。私ダルバはすごい有名なやつあるんですよね、うん、でダルバを3つ用意しました。これジェイちゃん知ってますか？そう、私はあのさっきちょっとやっぱり気になってちょっと調べてみたら、とても有名なエッセンスでした。これ2つともセラムなんですけど、結局簡単に言ってスプレーなんですよ。あのミストなんですよ、ミスト、うん、このセラム、このミストっていうのがだからオイルプラスエッセンスなんですけど、うん、でこのダルバの特にこれフォーストスプレーセラム、こうフォーストついてるやつでしょ、あるでしょ、トゥロプルフォーストセラムっていうのが韓国でスンモンセラムってよく言ってて、これは知ってるんですよ、スンモンセラム。そう、イタリア産のホワイトトラフルが入ってるそうです。でこの形がこうなってます。でこうなってて、じゃあ見てみて、これがオイルなんですよ今。そうそうそう。でここが今セラムなんですけど、浮いてるんですよね。これを状況によって使うやらしい。でこれがスンモンセラムって呼ばれる理由があるんですよ。あの飛行機14時間とか乗ってたら化粧崩れるし、顔すごい大変だし、うん、でもすごい熱いメイクしてるのにどうやって維持できるんですかっていう質問すごいしてて、私、うん、CA さんの YouTube をよく見てるから、うん、その人たちが直接話してるっていうのも見たことあるんですよ。うん、でこれはもう本当にほとんどの方が持ってる。あ、そうそうそう。であの化粧直したりもそういう時間ないから。お客さんにこう呼ばれてまたなんか取りに行った時にピシュッみたいな感じですぐ使う。だから乾燥しないで済む。あんまりも使いすぎたらあの顔がベタベタするんです、オイルなんで、うんうん、で今こうオイルが上に浮いてるんですよ。で普通にこう振って使うんですけど、なんかただ水分だけちょっと追加したいとか、あんまりそこまでベタベタ感好きじゃないっていう方は、ね、このままでミストだけを使ったりとか。あ、振らないで、うん、で今ちょっとあの油が逆に油少ないあの乾燥だとかいるじゃないですか。そういう方は普通に全部振って使ったりするらしいです、うん、こうやると色が、はい、このようにレモンサワーになります。ちょっと濁ってる、はいはい、だからこのように使うんですけど、見てすごい細かい匂いもすごい上品な匂いしますね。こういう匂いするんですよ。そうそう、うん、
あと機内に持ち込めるっていうのがやっぱりいいよね、うん、普通のミストだとやっぱりスプレーガスが入ってるからできないじゃん、うん、使ってみて。で普通に3から5回振って4、5回まんべんなく噴射どうですか。あ、でもなんか匂いはそんなに、いや上品な匂いするよ、うん、そうそう、なんか強くないかも、うん、きつくない匂いです。やっぱりあと少し置いただけですぐ油はもう上に浮いちゃうので、うんうん、まあたくさん待つ必要もないですよね。あともう一個の方が、これは私初めて見たんですけど、うん、同じく似てるんですけどミストで、これはまたこれで可愛いよね。こう赤くこうなってるの見えます。で基本的にミストってやっぱり油なのでベタベタ感結構強いんですけど、タイバーのやつはベタベタしないことで結構有名で、使ってる人多いですよね。はい、次はこのダイバーのグラインディングセラムカバーパクト23号。グラインディング、顔になんかこうカンナを当ててなんかこう顔を削るのかな。そう、グラインディングって言って私は最初なんか全然想像もしてなかったんですけど、何のグラインディングだと思うじゃないですか。私今初めて開けるんですけど、めっちゃ高級感あるよね、うん、オールドとグラかっこいいね、うんうん、これもやっぱこれも確かにこうポップがこ う, いい、こう角がね、角が2つあるよね、上と下、頭がこの横とかね、なじましやすいから。なんだこういうタイプ初めてじゃない。いや、ジェイちゃんが知らなかったら私は知るわけないですよ。グラインディングだってこれって結局何、ファンデ外して、うん、ファンデファクトファクト、うん、ファクト暴力、え、何ファクトって何ファクトって、違う、ファクトって何ファクボク、ファンデよりちょっとパウダーペッポペッポ、あ、ファンデよりパウダーのよりね、パウダーのより、パウダーの方が使いやすいですよね。ここに確かに、まあ、こんな形になってて、あ、ここで削ってるな、ね、あ、本当だ、え、鉛筆削りみたいに、お、お、削られてる、お、中から、いや、もういいんじゃうか、お、出てる出てる、いや、こんなにたくさん使う、そうそう、これでも十分じゃない、これ2人も使えるよ多分。ここから出して、だから使う分だけ、その時新しいものを中から取り出すんだよね。真っ黒だからなんかもったいない。おお、どうだ、ファンデパウダーよりなのこれ。ああ、そうかも、うん、いや、この再現力すごいですよね。どうしてこうやって光るようになるのだろうね。ファクトなのにすごいテカリ具合めっちゃいいですよ。なんか23号でも明るく感じるんだよね、これ。なんか個人的に衛生的だからいいよね。あ、ちょっとずつ使うので、うん、ずっと使うわけではないので衛生的にも良くて、あと映えますね、うん、見たことないよ、これ何ってなるじゃん。こうやってこう指でも使える、うん、ピンポイントで皆さん隠したいほくろとか、そうそうそう、あ、手でも使いやすいですね。トントントンやれば、うん、すぐ馴染むので、そうそう、だから本当に まあ、こうやってちょっと出してコンシーラーの代わりにも使えるかもね。あと毛が目立たなくなりますねこれ、ここからやっぱり歌ってるのがこう密着力がいいってことですよね。密着力が良くて読者より完成皮膚になるって、うん、いや、この光がすごいいいですよ、うん、とにかく、あと保湿されてるように見える、うん、あとちょっちょっけや、うん、保湿されてるのがだいたいなんかこう油浮いてるように見えるかの境目じゃないですか、うんうん、だから結構韓国で施術とかも本当にこうお水を入れたような感じを出すために、まあ、いろんなことやるんですけど、簡単にこう塗るだけでもその油じゃなくて本当に保湿されてますよっていう、うん、そうそう、光沢が出るっていうのがすごいいいですよね。確かにこれはいいよね。今話してるの全部そういう保湿のことを歌ってますよね。潤いを含んでるような肌になりたいんですよ。まあ、韓国ですごい今流行ってるのが、まあ、ビゴンコスメ、うん、あとムルガン、まあ、ちょくちょく、まあ、スブン、まあ、先ほど言った爆弾とか、なんかみんな、うん、そういうのがまあ流行っていて、このダルバーも多分確かにビゴンだよ。イタリアビゴン인종완료、동물성원료무첨가、ダルバーの スプレーセラムとかもイタリアのビーガンの、認証は完了していて、うん、動物性の原料を少しも使ってないんですよね。確かにこれが本当に化粧品を選ぶ基準の上位に来てる人は最近本当に多いんですよ。で、このパフォーも可愛くて両方角があるから私はいいなと思う。いつも私もこう入れて次またこう付け直してやったりとかそうそう、ないと こうやって小鼻やらなきゃいけないから。これ女性もそうなんですけど男性って必要なんですよ。鼻の穴が大きいからこの中にちょっとこう入れたいんですよ。少しここだけなんかここをやりたいじゃん。ここ分かります、ここ入れる、ここがだからとんがってるのがいいんですよ。これ2つもあるからこれいいですよね。そうそうそう、あと最近
ファンデが重いとか、いや別に塗りすぎではないけどシワがすごいから目を少しでもこう少し強くにやってこうファンデすると目を開けた時にシワだけドゥッてなかったりしません？あ、私だけ？最近なのか今使ってるファンデがそうなのか、前は違かったけど、うん、なんかそういう時に使いやすいのかな、ここだけこうピョンって、うん、そうですね、角でもうちょっとでも塗る量を減らす必要あるかも。なんかそういう面でやっぱりカバ力がいいものを求めた方がいいですね。ああそうなんだ、わかりましたじゃこれは確か使おう。あ、ごめんなさい、プレゼントだったよね。プレゼントじゃなかった。今日はプレゼントだったよね。あ、全部。え、これもビーガン？あ、これも、あ、じゃあダルバは基本ビーガンなのね。あとこれ嬉しいよ、 SPF50 プラス PA プラス4、うん、プル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 、これいいですよね。でも本当に書いてある、ロクシュアリーカンセピブがそのまま英語で書いてある、ロクシュアリーライトウェイトテクスチャー、ロクシュアリアス、すごくない？うん、これ見て、すごいと思うね。これ、味違うよね。飲む植物性乳酸菌って書いてますね、うん、